こんにちは、手作り倉庫の編み図の時間です。これね、一番最初にからもずっと使ってるこれ画面ですね。これで、この CAD はこれ使い放題なんですよ。ここ全部ですから、練習用に私これ適当なところで書いて使っていますけれども、練習する場合もこれでいいと思いますね。で、いよいよこれをファイル化するということもできると思いますので、そこのところは説明なしでいきます。それとですね、設定の方もそれぞれ皆さんもいろいろここまで来たらいろいろ分かってきたと思いますので、そこもマウスカーソルのこれね、基本設定の一般の2のこのこれマウスホイール、これだけはマイナスにチェック入ってますけど、これをやっといた方が仕事しやすいですもんね。それからこの右下の A4 サイズ、S イコール1スラッシュ1ですから、実寸でやってますよということ、それだけですね、いよいよ始めていきたいと思いますけれども、今回を一つの区切りといたしまして、今日で一応完結編といたします。で、円を描きまして、円の上にこの円の輪の中、輪の上にどんどんこう書き込んでいくっていうところを、どういうふうにして角度を求めていくかというところが重点になります。それですね、その前に前回これ作りましたよね、シート。ここでちょっとね、反転をだけやっておきますね。それで図形登録していただいたと思うので、図形を押しまして、それでこの鎖編みを持ってきます。そしたらここに鎖編みこう入れますよね、一つ入れます。右クリックできますね、これこうしてますから。そしたらこれを回転角を45マイナス45かな、マイナス45にして、これ角のところ、これ角のところにこう入れる。これファジーで入れときますね。そしてこちらに、90度入れるとこうなりますよね。ここもファジーでしときますね。時々ね、これ消えちゃうんですよ。これね、時々ね、ちゃんと入ってますよね。で、ここに入れます。で、これコーナーの鎖編み。よくありますよね、これ。こういうの作ったとします。これ図形登録。で、これ図形登録してもいいんですけど、これを。これを反転っていうのをやってみます。これだけは復習ね。複写で、複写を押す、そして囲う、そして、起点は別にどっちでもいい。選択確定して、起点は、ここにしといた方がいいのかな。で、反転。そして反転のこの基準線をこの左下にして、基準線を指示してください。文字方向補正なし、基準線ここにしますね。これ左クリックします。そうするともうこの左クリック、この線を基準にして左と右に同じものが反転できますよということです。これだけちょっと復習でやってなかったので、こういう便利な機能もあります。ただね、松編みとかする場合はこれ反転できないですよね。この斜め線が逆になっちゃいますから、逆にこうなっちゃいますから、その場合は角度で指示してやらないといけない。そこちょっと一つプラスしておきました。そうしましたら、いよいよ円の描き方をしていきますけれども、まずこの枠を作っておかないとなかなかやりにくいので、まず枠作りますね。で、左のこの、ツールバーの四角のところを左クリックしまして、これね、間違えてました。矩形と読むそうです。矩形あんまり使わないですよね。矩形を選んで、そしてここに、297コンマ210が入ってます。これは A4 サイズの大きさなんですね。で、これ左クリックしますとここにできますので、どこでも好きなところに、この空きのところに左クリックして、で、これ実寸でやってますけど、実際には実際書く場合はこれはこの補助線色でやられるといいと思います。これは
プリンターに出てきちゃいますからね、この線。ですから、それは今、これするために分かりやすいようにここでしますね。そうしましたら、戻りまして、まず、円ですから、この交点がまずいるんですね。交点、基本の交点。で、線をクリックしまして、水平垂直入ってるのを確認しましたら、適当なところで線引きます。この時にこれ、補助線にしておいてください。補助線にして引きます。そして縦も引きます。そうするとここ交点できますよね。そしたらこの交点を基準にして円を描いていきたいと思います。で、図形登録ですけども、皆さんどういうふうにされましたか？私もいろいろやってみたんですけど、こういうふうに一つずつ登録した方が使いやすいということが分かりました。で、その代わり図形登録するときに気をつけるのが、この基本、基準点。基準線をしっかりしておかないと、持ってきた時に一度置いてまた置き直すということをしないといけないと思います。まあ、そこだけ気をつけていただいて、まずですね、この円のですけども、8名の 1,2,3,4,5,6 8名のしかも上にこう頂点に鎖のあるものを選びます。今回これで、まあ、ご自分でやられればいろいろやっていかれるというの。そうしましたら持ってきましたら図形を、これ右クリックで確実に真ん中に置きます。これで基本図形登録した時に中心点に基準点があります。それで図形登録してますから、ここに来た時にもまっすぐ真ん中に来ますね。これすごい大事なことです。そうしましたらこの上に、まず長編みを、これ8目ですから、長編みを2目の長編みを全部で、いくつになるのかな、16目ですから、2目1度の長編みを16入れておきたい、入れていきたいと思います。そしてもう一度図形を押しまして、そして2目作りましたよね、長編み2目、これがいいかな。これをこの最初はこの鎖の本当にすぐ上でいいと思います。ここに置きました。そしてこれでも2目編み入れるっていうになってますよね。で、つなぎのところの鎖は一番最後にやっていきたいと思います。一番最後にやってからだとややこしいんですよね。だーと何番10段になっても一番最後にここだけはやるというふうに私はしました。そうしましたら複写を押しまして、で囲います。そして選択確定して、起点変更がこの中心、ここに起点変更を右クリックします。そうするとこの中心点を捉えてくれます。ここで360÷8 は45ですよね。ですから回転角度、この上にもう一つ持ってきたいので、回転角度は45にします。そうしますと、もうここで起点、この右、これ今カーソルこれありますよね、矢印。ここを右のこの交点を右クリックしますと、確実に同じ場所にこれが置かれました。そうしましたら連続します。これね、すごく大きくなった場合は連続連続じゃなくって、そのブロックにしてコピーするんですけど、練習慣れるまでは、例えばこれ4分割確実にできるって途中がこうなんか重なったりとか、そういうこともあり得るので、とりあえずこういうやり方でしていきたいと思います。次に、しますのが、ここに鎖目を入れたいんですね。ですから1目、ここに1目鎖入れたら、次は2目編み入れるというやり方の細編みを入れていきたいと思います。その時に、ですね、次ここにこれどこに乗せるか、これを確実な線を拾っていきたいんですね。そして線を左クリックしまして、そして、この中心点、これ右クリックします。この中心点右クリック、そしてこうね、水平垂直外しますね。そして中心を外して、こう今ここに右クリックしたから捉えてますよね、中心を。そしたらここが長編みの2段目の長編みの頂点になってるんですよ。2段目って言ったら鎖の上ね、ここが
頂点になってて、この寸法が知りたいんですよ。ここからここの寸法、それをね、ここに出てるんです。ここに寸法出てます。ここにこうしておいて、そして左見ます。これで 14.088 になってます。ここが 14.088 ミリグラムになって、ミリグラムじゃ8ミリ、14.08 ですが、まあ、大体14ミリ。これメモしまして、15ミリプラス 1ミリの15ミリの円をここに書きます。そして円を左クリックしまして、そして半径15を点キーで入れます。そしたら15ミリの円が入りますね。この時にこれが線属性は補助線ですよ。もう実線書いちゃったらもう本当にややこしいですから、これ右クリックします。そうすると次の段の目安、ここの上にこう次の段を書いていきたいんですという目安ができるんですね。ですからここに次の段細編みを一目二目一目二目として入れていきますね。これね、ちょっとここを開きすぎじゃないかなと思うと思うんですけど、ここはちょっとね美的感覚 なもんですから、もう少し狭めたい場合はもう散々こう何回かでやってきてますので、これを角度を変えて書き直すをしていてもいいですね。この場所で書き直ししてもいいですね。とりあえず作ったものを使います。そうしましたら図形登録、図形を呼びまして、そしてこの細編みを呼びます。でこの細編み、ここに入れる、ここに入れる、ここに入れるなんですよね。ですからここまずここに入れなくていいんだ。 ここにはつなぎ目がここですから、ここは普通細編み1つ、こっち細編み2目にしておきましょうかね。それ細編み、ここ最初これ左ここに入りますよね。その時に今回出てくるのはこの二点間、この角度、こっからここの角度を知りたいんですよね。ですからこっからここの角度を知るためのものすごく便利な機能がありますので、これはもう使った方がいいですね。これを使わないと逆にやれないかもしれない。まず左の上の設定 S と書いてありますね。これ左クリックします。そうしましてこうずーっと行って真ん中ぐらいに角度取得 A とかいうのがあります。角度取得 A をこのままカーソルをクリックしないで、このまま右にして、そして下の方にずーっと移動します。これカーソル、マウスね。そうすると二点間角度っていうのがあるんですよ。これ左クリックします。そうしましたらこの交点右クリックで捉えます。そしてここにまた交点ありますよね。円描きましたから、ここに交点、これ右クリックします。そしたらこうマウスを左にグーッと移動すると、ここに置きたいんですよね。細編みをここに置きたいんです。細編みの一目で、今細編み持ってきてますので、消えてますけど、でここにクリックする、左クリック。そうしましたらもうここに細編み角度がこっからの派生した角度になってるんですよ。もうしっかりこの、なんていうかな、いい角度で、捉えてくれてますので、ここでこの先ほど引いた円のこの補助線の上でクリックします。これちょっとここに2目が来ますから、もうちょっと左に置いておきましょうね。ここのところはまあ、あなたが書かれる人のセンスってかな。で、やってください。そうしましたら次に、図形、また図形を呼びまして、2目編み入れる、細編み2目編み入れるを左クリックに返して、そして持ってきます。じゃこれでこの角度になってるんでしょ、今のこの角度になってますから、これを無指定、無指定にしといた方がいいかな。無指定にしとくとここに来ますよね。でここに来たいんですよね。ここに来たい。でこれまっすぐにしておいて、そしてもう一度この設定、これ覚えてくださいね。設定、中心部分の角度取得、これこのままカーソルをこのままずっと、カーソルじゃない、マウスを右に持っていって、下の方に行って二点間角度を選びます。左クリック、そしたらこれ右クリック、右クリック、そしてここに持ってきたいんですね。今のちょっと詰まっちゃうからこの辺にしとこうかな。
これ左クリックします。そうするとここに、ちょうどいいこうラインのところにこれが来てくれてますので、この辺に置きましょうか。置きました。そうしましたら次に複写を押します。複写をして、そして、この今のこれこの2つをコピーしたいんですね。で選びました。そうするとね、これ赤くなピンクになってますでしょ。これは左クリックで消せます。消してこの2つだけにしますね。そして選択確定して、起点変更はこの中心部分ですよ。同じこと、中心部分を起点変更しました。そうするとここでもう先ほどの45度が入ってますけど、45度ですよね、8分割ですから。45度入ってない場合45度入れまして、右クリックします。そうするともうこれで同じところに乗っかりました。でここの連続をします。もうね、これ連続でしてた方がね早いと思います。これこのブロックを4とかそこ考えなきゃいけないので、5段目6段目ぐらいまではこの連続の方が確実で早いんじゃないかなと私は思いました。で、次の段も同じことしますね。まずこの線を選びまして、そして右クリックで中心を右クリックしましたら、ずっと持ってきまして、ここの各線、この辺この線というかこの距離は左下にここに入ってます。ここにこの一番右のところにね、距離こうしまして、ここマウスをここに持ってきてまして、距離見ました。 17.86 になってます。 17.8 でもいいですよね。 17.8 ですから 18.8 の円を描きます。これ、線属性は補助線、円を選ぶ。そして 17.8 でしたからプラス1ミリで 18.8を選びまして、この円を持ってきます。間違ってるわ。 18.8 何やってんだか。はい、そしてここに、補助線を書きます。右クリック。そうするとここで次の段はここの段にやってくださいよっていう印が出ました。そうしましたら次は長編み3目と玉編み1目を入れていきたいと思います。これ今、1つのブロックが 1,2,3 目になってますよね。ですから1目増やす、図形を選びまして、そして長編み3目のを持ってきます。これ持ってきましょうかね。これも作ったのはね、もう これはどうしてもこれじゃなきゃいけないってわけじゃないので、それぞれ選んでくださいね皆さん。でここに長編み3目入れましょうかね。2目あるところにここに、間違えちゃった、これ戻るします。でここに、入れますね。でこれ角度変ですよね、この角度では。ですから先ほどと同じことします。設定、角度取得、二点間角度、そして、中心を右クリック、そして先ほどの作った円のここの交点を右クリック、そしてここの中心部分ぐらいに持ってきます。これ角度もこれ角度計算してくれてますから、こっから の角度を計算してくれてますから、ここの円のこの上に置きます。左クリック、右クリックできないですよね、交点ありませんから。そしたらここには、玉編みを持っていきたいと思います。で図形を選びまして、作ったこの玉編みを左2回クリックしまして、ここに持ってきたいんですよね。で同じことしますね。設定、角度取得、二点間角度、中心を右クリック、このままずっと一番そのまますぐ上に向かっていって、ここ右クリック、そしてこの上に乗せたいよということで、ちょっと詰まるからもう少しこの辺にしときましょうかね。で左クリックしかできないです。左クリック、そうするとここに選んでくれました。でここに左クリックで置きます。そ同じことします。複写、そして、図形囲いたい、持ってきたい。これこうすると
左クリックすると赤くなるんですよ。これいらないですよね。ですから左クリックして黒く変える。そうするとここだけが複写しますよというふうになりました。で選択確定、起点変更、これセットですね。で右クリック、この中心点を右クリック。そうするともうこれで、あ、ここに回転入ってないから、ここね、45度ですよね。8分割ですから360÷8、45度、45入れます。そここにも右、これ右クリックします。そしたらこれで確実に入りました。同じ角度でいきます。連続をします。3、4、5、6、7。でこれで、1、2、3、4段目が書けました。その次に同じことですよ。同じことしていくんです。これどん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 どの図柄を入れても同じことしていくんですよ。その次は細編み3目と2目、細編み2目をこの上に乗っけます。この上に細編み2目、ここの上に細編み1目ずつ入れるっていうのをしますね。同じことしますよ。線を選んで、そして右クリックでこの中心点を捉える。そしてこの上に持ってきたいんですよね。この上とこの距離が、今 28.022 になってますから、28ですから29の円を描きます。これは半径ですから、このまま半径捉えてくれてます。そして円を左クリック、そしてここに、なんで29なんだろう、18.8 でしょ。 18.8 でなんで29なの。あ、いいよね、はい、はい、じゃあ29入れましたそしたらここ次のガイド、次のガイドがこれ右クリックで入りました。ここに次の段は作っていきますよという印ができました。これ工程必要ですもんね。じゃあ次は、細編みをこの上に細編み、細編み、細編み、これ細編み2目を入れていきたいと思いますね。で図形を押して、そして細編み左クリック2回押して選びました。そうしましたらこれ、ここもやはり2点間隔でした方がいいですね。これちょっと歪んでますもんね。変ですもんね。これ全部に2点間隔としていきます。設定、角度取得、2点間隔を、そして右クリック、ずっと上に向かっていって右クリック、そしてここに左クリック。そうするとこれここに入りました。そしてもうこのまま持ってますので、コンピューターはこの細編みを次の2点間隔度をします。角度取得、2点間隔度、中心部分を右クリック、そしてここを右クリック、そして次はここに入れたいよと言いますね。左クリック、そして入れます、乗せます。左クリックしかできないですね、これ工程ないから。じゃあこれもね、このまま同じことしますよ。設定1回ずつやらないといけないかもしれないけども、本当はこれもっとそのままやれることがあるかもしれないですけども、まあやっていきましょう。とっても原始的なやり方です、私のやり方。そして、同じことをしまして、右クリックしてここに置きたいよと言いますね。ちょっと左にこう、もう少しこっちに置きましょうかね。はい、置きました。これで、3つ並びました。そうしましたらここに細編みの2目一度持ってきます。図形、これ左クリック2つしてここに持ってきたいの。これ角度違いますよね、全然。で同じことしますね。同じことする場合は違う選び方があるかもしれないけど、まあ覚えるためにもやっておきましょう。まあこんな原始的、多分ね、CAD のことご存知の方は、まあもっと最短でやれることがあるのにと思ってらっしゃる方もいると思うけど、まあ初心者マークということで許してください。はい、でここ捉えました。そしたらここに置きます。でこれ、まあ、いいバランスじゃないですかね。これ3目、細編み3目、細編み2目。だから5目ですから、ここで、今、1、2、3、4、32が40になったんですよね。だから8目増えてます。細編みだから、実際に編んでないでわからないですけど、まあ、こういう作り方っていう風にして捉えてください。そうしましたら、次も複写を選びます。そしてこれを選ぶ。で、これはね、
ピンクになったところも選んできても別にしっかり入るだけで別にいいんですけど、これ左クリックでこのピンクは全部黒に変えておきますね。さっきと一緒、同じことします。あ、これめんどくさいと思えばもっとやり方があるかもしれない。まあ、次にね、動画出すときはもうちょっと進化してると思います。で、選択確定、起点変更、同じですよね。右、この中心部分、右クリック。そして、角度45は一緒ですよね。8分割だから45。そして、乗せます。右クリック乗せました。それ同じところに乗りました。同じことしますよ。ですか、同じことやってるんですよ、これ。アギリロンは一緒。そして、連続をします。で、これで1と数えるのかな。2、3、4、5段までできました。その次が、鎖も入れてみたいね。だから、この上に、長編み2目、長編み、長編み、長編み、その真ん中に鎖っていうのはどうですか。で、図形を選んで、長編みを持ってきます。左クリック2回。そしてここはまっすぐでいいのかな。ちょっとでも違うかな。一緒ですよね。同じことしますよ。角度取得、二点間角度、右クリック、そしてあ、これやってないね。戻りますね。ちょっと慌てた。円を選びまして、あ、違う、線を選びまして、そして、この右クリックして、で、ここですよね。ここがこの距離を測らなきゃいけない。この距離が 31.688 だから、31.7 でもいいし31でもいいですよ。 31.6 だから31.7にしましょうかね。ですから 32.7 かな。一つ増やさなきゃいけないからね。で、円で 32.7を選んで、そしてこの円を持ってきてこの基準点がいりますもんね。これ右クリック、そしてできました。そして初めて、ここで、長編みを持ってきます。図形を選んで長編み、左クリック2回、そしてここで同じことしますね。設定、角度取得、二点間角度、そしてここ右クリック、そしてここも右クリック、そしてここに持っていきたいんですって言って左クリックで、ここにもう来ました。そうしましたらね、これはね、一つずつね、もうここまでやればいいのね。ワンブロック、先ほどと同じことするんですよ。ですからこれももうコツコツやるっていうことにしといてください。他にやり方あると思います多分。で、これここにも持ってきます。同じことします。角度取得、二点間角度、右クリック、右クリック、そしてここを、これだけ綺麗に長編み並びましたよね。3本並びました。そしてここに長編みの2目一度持ってきます。図形、長編みの2目、これかな、2目一度じゃない、2目編み入れるを入れますね。で、同じように設定、角度取得、二点間角度、そして右クリック、右クリック、そしてこのまま右クリック、そしてここに持っていきたいんですって言って、左クリック、そしてここに、来ました、ここに来ました、左クリックで乗せました。で、これここにね、だから1、2、3、4、5、5目ですもんね。一緒ですよね。ここに、鎖1目入れます。で、図形、鎖編み1つ持ってきて、これ角度。これ先ほどこれと同じ角度になってるんですよね、これ。だからこのまま乗せちゃっていいですよね。これをこう捉えてますから。ここに鎖1つ入れました。それでこれでね、消えちゃうんですけど、入ってますちゃんとね。で、複写します。これを複写します。この図形を。で、しっかり捉えて、ちょっとめんどくさいんですけど、これ左クリック、左クリックして、消し、ここはいらないよって言いますよ。左クリック、左クリック、左クリック。で、消しました。これだけを捉えてくれました。で、選択確定、そして右、あ、起
点変更、右中心を右クリック、そしてもう次にこれも45度ですよね、同じ45度入れます。そしてここに、乗せてくれます。右クリックしました。でこれで乗りました。そうしましたらこれをまた連続します。 2,3,4,5,6,7、 だから全部同じですよね、連続のその数は一つブロックになってるわけだから、8分の1のブロックをこう作っておいて、そしてそれを8回同じものに 8回というか同じものに8つ入れたいわけだから、クリックする数はどこまで行っても一緒かもしれないですね。こういう法則でやればですよ、もっとランダムなものをやりたい場合はまた別ですけどね、練習すればそれもできると思います。頑張ってください。で今日はここまでにしたいと思いますけど、皆さんこの円の書き方は分かっていただけましたでしょうか。そうしましたらね、また同じことして、ここから例えば楕円じゃなくて楕円じゃない、楕円もやれますけど、楕円はもうこちらとこちらに180度こう持ってくればいいんですよ。中心部分を線でまっすぐで書いておいて、ここに円の半分を作っておいて、これを180度ボーンってこっちに持ってくればいいんですよ。これをですね、また同じことしますね。線を選んで、そして、これ右クリックして捉えて、そしてこの線をね、ここ、右クリック捉えてない。線水平じゃなくていいんですよ。右クリック捉えて、これ線、これここの距離測って、これが 41.903 ですから、ここ40、別にここでもいいよね。ここでクリックして、ここ点ありますよね、ここでから水平を選んで、ここから右クリックで水平選びまして、で書きます。これはちょっと仮の線で書きます。そしたらここからなんていうかな、直線で編んでいく、巾着バッグとか、ここから直線で編んでいって、ここから少しこう増やし目するけど、そこからこう上にまっすぐ編んでいくっていう場合、その場合はここで作ったこのグラフをここで書けばいいんですよ。ですから1ミリでしたよね、ここですから、伏線選んで、これを左クリックする、そしてここに1ミリ位置を入れてやった、位置を入れる、そしてもうこれに、これ伏線1本になってるから、ちょっと見てください。これ1本の線にしなきゃいけないね。これ交点捉えて、これどうやってやればいいかな、適当に引けばよかったかもしれないですね、ここにまっすぐ。ちょっと戻ります。ここに適当に水平垂直の線を引く、そしてこれを伏線選ぶ、そして、左クリック、これ1ミリで、これで連続で、これ線引きますよね。そしてこういうガイドの線、これ前にあった線、そしてここは3ミリでしておけば、鎖がきれいにピタッと入るっていうかな、鎖を入れてもなんですかね、まっすぐに水平に鎖をやれますよとか、そういう設定しなくっても、この補助線があれば補助線の上でやっていけばいいということですよ。そんなことです。今日は今回34分も喋っちゃったんですけど、これで長くこのままずっとお付き合いしてくださった方いらっしゃると思うんだけども、よくついてきて来ていただきました。多分ね、CADのことを詳しい方は、このおばちゃん何こんなめんどくさいことやってんの、もっとやり方あるのにというふうに思われたと思います。ですから私も初心者で、ついてから来てくださる方も初心者だと思うんですけども、私これを連続でやりまして、
この挙動のことがかなり分かってきました。で今回ね、ちょっと違う方の会社で新しい糸を発表する、発売することにしましたんですけども、その時に、ね、なんとこの挙動を使って見本帳、これちょっと上書きしておきますね、ちょっと見てください。参考のためにこの見本帳を作ったんですよ。これ見てください、これこんな素晴らしい見本帳。これ前は印刷屋さんにもお任せして何万ってかかったんですよね。ところがね、これをねCADで作れたんですね。ここで折って、それでここに糸をこう貼り付けるんですけど、それは印刷屋さんでやってくれないので 手下げでやるんですけど、でこのCADを手をつけたというかな、CADの入り口に今いるんですけど、CADの入り口に来てこんなことができるっていうことが分かって、もう本当に私大満足しています。まあ、皆さんに私が満足しているのをお話してもしょうがないんだけど、そんな風で今日はですね、これ YouTube の、あ違うな、アメ月本だ、これですよね、これ今やったのこれですもんね、これかな、違うね、あこれですか、違うね、違うね、ごめんなさい。はい、じゃあ今日はこんな風で、円の描き方の考え方、これでこれよりもまたいい方法があるかもしれません。で次にこの JWCADを使った編み図の動画を出す時には、私自身がもう少し進化した状態で発表したいと思いますので、修行の道に行きます。皆様も私のような不慣れなものに、ここまでついてきてください。でどうもありがとうございました。ではまた次の機会にお会いしましょうね。私もね、手作り物がね待ってるもんですから、そちらの方に行きたいと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。